や赤に手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂や一緒に手を振っていったのにいつも私が待たされた荒い髪が芯まで冷えて小さな聖剣カサカサだったあなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよわからかったあの頃何も怖くなかったただあなたの優しさが窓の下には神田が